だから小頃に頃そうそうそう見頃に頃じゃあ、いや今のナイスカートだったね、一緒ね。やっぱでもさ、当たると全然気持ちいいでしょ。まあ、今ね、しっかりボール見てたし、さっきもしっかりボール見てるよ、さっきも違ったけど。いつもはさ、こうボール見ないでさ、いいやって振ってるけど、しっかり見せたんだよ。ああ、さすがだぞ。あとはね、打つときにね、師匠ね、いつもこうやって打ってんのよ。だから、少しだけ左足をこうやって打ってやった方がいいと思う。いつも打つときね、こうやって打ってそうじゃなくて、ちょっとステップ踏んでる。ステップ。そう、これを打つときに、ちょっと足から出して、師匠がやってるのはいつもこうやって打ってる。これだと力が逃げちゃうから、いつも打つ必ず左足を前に持ってばっていうのを覚えた方がいいと思う。お前、うん、左足をね、左足を動かして、振ってそこに着手してから打つんです。左足をさ、こう上げて、こう打つと右を構えた。上げる必要ない。こうするとバランス崩れるから、これでいい。こうするとほら、崩れないでしょ。これでいい。あのプロ野球選手はみんな大体こうだよ。うん、あのみんなスタンスを広く持ってた筒香なんてこういう風に言ってこうですよね。なんでその手を、じゃあ、あれか、足でステップを打たれて、足でこう、こういう風にはいかねえよ、うん、そうそうそう。でも師匠は全然足動いてないから力が入らないんだよ。だからゴールしか取らない。本当気持ちでいいんだよ。それこそそれこそほんの少し、例えば今足がここにあるとしたら、一足これぐらいでもいいの、曲は。これが大事だから。こうやって多分打ってる人、プロ野球選手でもいないから、足がこうなんだよ。だから必ず、手上げる。難しいよね。結局ステップ踏まないでこうやるとまっすぐバックが絶対出てこない。だから大根切りみたいになっちゃう。そうそうそう。バットってこうやって振ったらじゃん。こう打つじゃん。こう言って水平になる円が多ければ多いほど当たりやすい。そう。で師匠結局こうなっちゃうから当たんないんだよ。だからでもこれがなってんだ。そう。師匠打つとき上から下へ切っちゃった。そうそう。だから。狭いね。そうだから気持ちこう出すだけでここで種が生まれるから、あとはそのままバットを水平に出すだけと簡単で。だから本当左足だけ意識した方がいい。腰も回してる。言われて振ってみちゃった。あの軽くね、あのブンで振るんじゃなくてスローで振ってみ。はい。あ、ファールボールね。あ、いいよ、もっと当てるわ。そうそうそう、打ててんじゃん。全然違うわ。今全全然違う。もう一回ちょっとやってみましょう。全然違う。今のバッティングフォーム、今の誰だよ。全然違う。全然違う。ちょっとこんな。まっすぐ出てる。しっかりまっすぐ出てる。はい、頼む。
出てる出てる。足で引いていく。あとね、師匠の左肩を引いたら、こうなっちゃってる、結局体が、うん。そうじゃなくて、左肩を出さない。師匠はフックみたいにこうなっちゃってるから、左肩を残してあげて、左肩ここで残してごらん。まだ左肩が右手で落とし、左手で落とし、右手は添えてるだけだと思う。左手で引っ張る。右手は使わない。お、いいじゃん。いいですよ。タイクルー、いいですよ。タイクル、大根切りになってない。大根切りになってない。それだけで全然違うよ。これ当たるんかね。ああ本当全然違います。今大丈夫です。さあ入れます。左手がすぐ出てきます。師匠、師匠、イーグルス。師匠、早く早く早く。イーグルス。足痛いよ。え、大丈夫ですよ、大丈夫。イーグルス。イーグルス、ファイト。はい。ナイス。ナイス。いいね。あ、はい。いや、いい試合だった。6回目のバッツ。すごいね。今日1試合目なの。いや、ここはね、ここは俺5試合目だから。ありがとうございます。いつもどんどん。